リカコライフ。はい、こんにちは。リカコライフ始まります。なんとなくファーッと YouTube を始めていきたいと思いますけど、まあ、私の日常をちょっと皆さんにお届けしたいなと思って今日から始めることにします。で、マネージャーと一緒に作ってるので、毎回毎回なんかこういろいろ試行錯誤して作っていくと思うので、手作り感満載で毎回変わると思います。ですので、まあ不慣れな点はありますけど、よろしくお願いいたします。ということで、第1回目は、スワッグ。スワッグってみんな何って、まあ知ってる人ももちろん知ってると思うんだけど、こういうふうに植物をこう重ねて縛って玄関にかけたり、こういうところにかけたり、いろんなところ、壁に飾ったり、いろんな使い方ができるんだけど、私は主に玄関にかけてます。それで、こう、新鮮な植物を重ね合わせて作ってます。で、昨日ね、花屋さんに行ったら、すごく新鮮なユーカリがあったので、ユーカリを今日は使って、簡単に作っていきたいと思います。まあ、これぐらいの枝ぶりのものを中心にしようと。これを基本の、なんていうのかな、主役にしたいと思います。で、重ねていくんだけど、こういうね、枝物が結構枯れてもドライフラワーになるし、綺麗。で、まあ、すぐ枯れちゃうようなね、植物でももちろんいいんですけど、ドライフラワーになった時でも、綺麗な感じになるなっていうものを選んでいった方がいいと思う。で、これはもう感覚で、とにかくこういう風に見た時に下にぶら下がるから、どういう風にまあ飾り付けていこうかなっていうのはもう本当に感覚でしかないからうまくは言えないんだけど、まあ今2本ここの真ん中の枝に2本くっつけました。で、赤いのもあったので、これもたいと思います。まあこれは自分のバランスだから、まあ、ちょっと赤いのを目立たしたい場合はこういうふうにちょっと入れたり、でちょっと白が足りないなって思ったらまた足したり。こればっかりはセンスでしょっていうふうに思うかもしれないですけど、本当にセンスなんですよ。今こんな形で出来上がってます。本当に簡単でしょ。簡単すぎて申し訳ないんだけど、でもこれがやっぱりいいんだよね。なんか豪華にする人たちも結構いるんですけど、私は素朴なのがすごい好きで、ちょっと今日は赤もちょっと豪華にしようかな。 YouTube だしな。下の方ちょっと豪華にしようかななんてね、 YouTube だからねとか言って、ちょっと日常をお送りするとか言ってるのにちょっと派手になってしまってるんでしょうか。まあ可愛いよね。よし、こんな感じのイメージ。これを玄関にかけますので、これを紐で縛ります。ただそれだけなんです。だからポイントはね、やっぱり植物を買いに行った時に自分が好きなね、あ、これいいなって思うもので重ねてって、これはおしゃれになるなっていうようなものを選んでください。で、縛るものは何でもいいですけども、私はナチュラルな紐を使ってます。で、これをうまくぐる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 と巻いてるよ。こんな感じでぐる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 巻いてるよ。見えてる？見えてますか？見えてると言っております。大丈夫ですね、はい、でですね、でこれはポイントとしては、後ろで弱く、なぜならドア の壁にこうフックがあって、そこにかけたいわけだから、後ろで祝いて後ろでかけるようにしないとダメなのね。で、まあ、この縛り方は本当に自由で、その家のフックに合った
あの縛り方でいいと思います。私は蝶々結びにして、それをもう一回結ぶ。蝶々結びだとね、重い場合はほどけちゃうし落ちちゃう場合があるから、でフックはちっちゃいから本当にこうちっちゃい感じで見えてる。でここを引っ掛けます。こういう感じで、こういう感じね、はい。であとはバランスを見て、最後にちょっと広げたりちょっと閉じたり、ちょっとこのユーカリがもっと上行きたいなっていう場合はずらせばいいし、これは自由自在になるのでいいと思います。私は今日はこういう形で完成させました。はい、でこれを玄関にかけます。簡単でしょ。はーい、のまくん、のまくんです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 。9歳ののまくんです。僕もこれからちょいちょい出てくるのでよろしくお願いします。今はちょっと足が痒くてバンドエイドしてます、すいません。ということでスワッグ、簡単すぎてごめんね。ここがうちの玄関ホールです。こういう植物とかこの辺の、あの飾ったらこれシナモンスティックなんだけど超大きい、この辺もしょっちゅう変えてます。もしかしたら後でこれもちょっと変えようかななんて思ってます。ではこれを玄関に飾ります。開けてください。マネが扉を開けております。もう待ってて、寒いから、寒いから待ってて待ってて待ってて、ここにいつも飾ってます。これをね、このフックがなるべく見えないようにいつも飾ってるよ。よし、こんな感じかな。ちょっとこういう微調整は外に出てきてからしてください。はい、ということで我が家のスワッグ、簡単すぎてごめんね、完成しました。これはね、だいたい1ヶ月おきぐらいに描いてるかな。もうちょっと飾ってる時もある。もしかしたらこれはもうちょっと飾るかもしれない。ということでまた次回よろしくね。次回は多分ちょっと簡単な料理とか飲み物とかかな。ではでは、バイバイ。